はい、こんにちは、116インズです。後半戦最初のアストロズ3連戦、いきなり連敗してあっさりと首位を明け渡してしまったマリナーズ。今日の3戦目はどうにか勝ちまして、スイープこそ免れましたが、初めの2戦は18イニングでわずかに2得点。オールスターブレイクを挟んでも前半戦ラスト1ヶ月と変わらぬ厳しさが続いた状態といったところです。一刻も早く、特に打線は何か手を打ち始めないと本当に手遅れになってしまいそうで、ファンのイライラも最高潮に達しつつありますが、どうもマリナーズフロントも一応は同じ考えのようです。今日マリナーズがファーストのタイ・フランスをアウトライトウェーバーにかけたとシアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者をはじめ複数の記者が報道。今後2日以内にウェーバー経由で獲得を名乗り出るチームが出れば、そのチームにフランスが移籍することになりますし、またウェーバーを通過した場合、マリナーズはフランスをマイナーにアウトライトするか選択することができます。ただフランスはすでに一定以上のサービスタイムを計上しているため、仮にマリナーズがアウトライトを選択したとしても、それをフランスが拒否して FA となることも可能となっています。マリナーズとしてはウェーバー経由でフランスの契約、今期の年俸が678万ドルで、残りのシーズンの日割りで200万ドルちょっとくらいですが、それを引き取るチームがいそうか確認するのがまず今回の措置の趣旨であり、また即時40人枠から外れる DFA とは異なり、まだウェーバーにかけただけでロースターから外れたわけではありません。ウェーバーにかけている間もフランスはマリナーズで試合に出られますし、先日ブルージェイズのケビン・キアマイヤがそうだったように、ウェーバーで獲得を希望するチームが現れず、この後もアクティブロースターに残り続けることも展開としては十分考えられます。今日がフランスとの別れが確定したというわけではありません。ただこのトレードデッドライン直前のタイミングでウェーバーにかけたあたり、マリナーズはフランスを手放してもいいと考えている、フランスを諦める方向でフロントの意思は固まったと考えても差し支えないでしょう。前半戦を総括する動画でもフランスを切る覚悟で補強しないとという話はしましたが、おそらくその覚悟は固まった。今後トッププロスペクトのタイラー・ロックリアを使うのか、トリプレイで最近調子がいいジェイソン・ボスラを上げるのか、トレードでファーストを狙いに行くのか、どういった選択を下すのか分かりませんが、トレードデッドラインを超えてもなおフランスをファーストのレギュラーとして使う気はマリナーズになく、7月末までにチームを去る可能性がかなり高くなったように思います。まあ残念ですが、フランスをウェーバーにかけたこの措置自体は極めて妥当な判断ではあると思います。今季のフランスは昨日の試合が終わった時点で打率2割2分4厘、OPS6 割6分4厘、WRC プラスは97。今季始まる前にドライブラインに通って打撃改造に取り組み、その成果がパワーという形で5月中旬以降に徐々に現れたと思ったのもつかの間、6月上旬のロイヤルズ戦で受けたデッドボールで足の骨にひびが入り、そこから復帰して以降は全く打てていませんでした。おまけに MLB の中でもかなりの鈍足に部類され、かつ守備も指標上良しとはされない水準ですから、走攻守すべて良くない、リプレイスメントレベルのファーストではさすがにどこかで見切りをつけないといけません。昨年もフランスは158試合に出場して WRC プラス104と低調なシーズンを送っていますが、これだけ我慢しても復活の兆しが見えない以上はといった部分もあるでしょう。しかしフランスが短い期間でここまで落ちぶれてしまうとは、ほんの2年前にはオールスターに選ばれるような選手だったはずなんですけどね。プロ入りは2015年ドラフトでパドレスから今や存在しない34巡目指名とめちゃくちゃ遅かったんですが、プロに入ってからマイナーでとにかく打ちまくり、2019年はトリプレーで76試合に出場して打率なんと3割9分9厘。いくら打高のリーグ PCL だからといってさすがに驚異的な水準であり、この年に初めてのメジャー昇格を勝ち取っています。で、翌年2020年8月にオースティン・ノラら計7人の選手が絡む大型トレードにてマリナーズへ移籍。マリナーズは当初ノラのトレードに消極的だったそうなんですが、パドレスが断れないレベルのオファーをしてきて、特にフロントも以前から注目していたフランスの存在は大きかったとされます。このトレードでマリナーズは当時トッププロスペクトとされていたテイラー・トラメル、アンドレス・ムニョスらも手にしていますが、ポジション的にもフランスが当時のマリナーズにピンズドな存在であり、またマイナー時代あれだけの好成績を残していたこともあって、私にとってもフランス獲得が一番嬉しかったトレードでもありました。そしてマリナーズに移籍してから瞬く間にレギュラー、打線の中核へと成長。2021年は152試合に出場し、打率2割9分1厘、ホームラン18本、 WRC プラス129、ベースボールレファレンス算出のウィンザーオリプレイスメントで 4.4 を稼ぎ出す大活躍を見せ、翌2022年は開幕からさらに1段バッティングのレベルを上げまして、6月23日の時点で打率3割1分6厘、 WRC プラス155の大暴れ。 MLB の中でも屈指の活躍ぶりで、オールスターに選出されるのも納得するレベルでした。ただそんなフランスのバッティングが崩れてしまったのがこの6月23日、敵地で行われたアスレチックス戦でした。当時アスレチックスに在籍していたシェルドン・ノイジーが放った頃を、サードのエイブラハム・トロが処理し、彼の送球が少し打者走者のノイジー寄りに逸れてしまったんですよね。その送球を左腕を伸ばして捕球しに行ったフランスとノイジーが交錯してしまって、このプレーでフランスは左肘を負傷してしまいます。痛みでうずくまるフランスの姿を見て、ただごとではないことが起きてしまったと当時は感じたものです。
幸いなことにフランスは怪我から2週間ほどで復帰でき、プレーの見た目ほどにひどいことにはならなかったんですが、ただそこからフランスは元の姿に完全には戻れなくなってしまいました。マリナーズ移籍後の2020年9月から2022年6月23日まで、フランスは WRC プラス137の好成績を残していましたが、それ以降の約2年間合計で WRC プラスはちょうど100と、リーグ平均程度の成績しか残していません。成績の低下についてフランス本人は怪我だけが理由ではないと2023年開幕前のシアトルタイムズの取材で答えており、交錯以降肘だけではなく手首にも問題を抱えたフランスは痛みが出にくいフォームを模索する中で、自分のスイングを失い、またヒットを追いかけてしまったことで悪いボールに手を出す癖もついてしまったと話しています。個人的に思うに、フランスはかなり天性の感覚と独特なフォーム、スイングの絶妙なバランスの上で成り立っていたバッターなのかなと思っていまして、ドライブラインに変えた時にメカニック面でいかに自分の元のスイングが悪かったかを自覚したという本人のコメントが今年の開幕前にありましたけれども、そんなフォームでも今までは打てていたわけですからね。ただひとたび感覚なりスイングなりが崩れてしまうと、なかなか元には戻らない。それがずっと続いてしまったのかなと。例の工作がなかった世界のフランスは一体どれだけ活躍を続けられたか、それが気になるくらいには、あのプレーはターニングポイントだったように思います。フランスは明るい性格でよくしゃべり、クラブハウス内でも愛される存在であることはよく知られています。ファンもマリナーズでオールスターに成長したフランスを本当の意味で嫌っている人はごくわずかなんじゃないでしょうか。なのでいざ別れの日が近いと実感すると寂しさもありますが、ただマリナーズフロントがそういった痛みも伴う別れをしてでも、今のチームの強化にようやく動いてくれそうなのは良かったかなと。個人的にはできればトレードでファーストを補強する方向を模索してほしいとは思っていて、というのもロクリアもまだトリプレー以上の経験が少ない選手、成績面でも今季トリプレーで現状 WRC プラス108と、まあ悪くはないけれどもズバ抜けていいというわけでもないくらいですから、彼に過度なプレッシャーがかかるような編成にはしてほしくないなと。最終的にそうなることあっても、現段階でロクリアに頼らないといけない状況だけは避けてほしいですね。まあまずはフランスの処遇、数日以内に決まるはずですが、今後どうなんでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。